皆様、こんにちは。聞こえるかな。はい、皆様こんにちは。本日は平成30年2018年、2月20日、今日は火曜日です。今夕方のですね、6時前で、もうだいぶ日が伸びましたが、もう日没です。で、遅くなってしまいましたけども、今日途中でですね、今日道の途中で、パトーカーがすごい火事かな。すいません。ちょっと自転車で走ってる最中ね。私の自転車これなんですけどね。これマイバイスクルです。ちょっとこれから浦和に行くんですけど、今日の様子です。毎回申し上げている通りですね、ケムトレイルが行われた時にはですね、記録として撮っております。で、本日はどうかというとですね、一見すると普通の薄曇りでですね、ご覧の通り、特に、何も気にしないとね、特に見えない普通の薄曇りの日で、もう日没で、今日は煙取れなかったのかなと、一見すると思ってしまうんですが、実はですね、ちょっと今日はちょっと逆に面白いんですけれども、面白いというか逆にその、こういう時もあるってことなんですけどね、まずよく見るんですね。よく見てみるとですね、ご覧の通り、この晴れ間の部分と、雲の部分の間はもう明らかにこれ煙取れの雲でありましてですね、実はよく見るともうこうやって全体的に覆われているわけですね。今日はかなりひどく散布されているという結論なんです。一見すると分からないということですね。それからですね、上を見上げてみますと、お月様が今三日月でしょうかね、見えるんですけれども、その左の上の、これ真上の方ですけどね、ちょっと分からないかな、カメラで見ると分からないかもしれませんけどね、実は全体的に薄曇りなんですが、実はちょっとよく見るとですね、これ全部ケムトレールの雲でした。もうちょっとよく見るとすぐ分かるんですけどね、ちょっとカメラを通してだと分かりづらいかもしれませんが、この真上のあたりですね、これ全部ケムトレール雲です。つまりね、今日の状況というのは、こちらもそうですね、こちらの遠くの方にもちょっと横にスーッと見えます。今日の状況というのはですね、もうここ数日、ケムトレール散布は非常にひどく行われているんですけど、今日の状況というのはほとんど風がなくてですね、無風状態で薄曇りなんですけどね、実はここ数日ものすごくたくさん巻かれているんですよ。で、その巻かれたその化学物質がですね、ずっとその空全体にね、もうとどまってですね、もう空気全体に、なんていうんですか、拡散してるというか、溶け込んでるというかですね、この空気全体がね、もうなんていうんですか、その、部屋の中に閉じ込まれたようにですね、その化学物質の部屋の中に閉じ込められているような状況です。だから、一見すると、ケムトレールの雲はあんまりよく見えないんですけども、逆にですね、今日みたいな状態というのは非常に状況としては良くないのかもしれません。部分的に雲があるんではなくて、もう大気全体がね、ご覧の通り、しらっちゃけて、もう今日はね、薄曇りということなんだけど、その要するにこれだけ巻かれてるってことですね。全体的に、もう日没でちょっと分かりづらいですけどね、今日の状況というのは、空全体に、ヘリコプター飛んでますね。見えるかな、あ、見えましたね。まあ、これは何だか分かりませんけど、全体に巻かれていて、もう 全体、空、あの大気全体がね、もう充満してる、化学物質が充満してるという状況だということで、本日のレポートをしておきたいと思います。で、はい、日本政府はですね、ダメですね、日本政府は日本国民のための政府ではないみたいですね。だから、あの、こういうことは、ケムトレールのことは一切、コメントしませんしですね、それから子宮頸がんワクチンは打たせるわ、それからモンサントの遺伝子組み換え食品は種子は入れるわ、誰のための政府なのかっていうのを本当に最近どうしても思ってしまうんですけどね、文句言っても今ここで言ってもしょうがないんですけども、もうこれはですね、一人一人ね、皆さん、この動画をご覧になっている皆さんね、自分でも空を見て、ぜひ、ケムトレールの雲、実際ね、これこういうんですけどね、見つけていただいて、で、お友達にどんどん知らせてください。これはですね、実は最近実感しますけどもね、その一般庶民とですね、一般国民、一般庶民とですね、このケムトレールをやってる人たちとですね、まあ、なんていうか、見えない戦争というかね、静かな戦いだと実感しております。別に好き好んで戦いたいという気持ちはないですしね、戦争反対ですけども、これやむを得ないね、ことだと思ってるんですよね。だから、とにかくね、皆さん、ぜひ空を見て、ケムトレールの雲を見つけて、毎日行われているということを見て、分かっていただいて、それをね、お友達とかね、知り合いにですし、教えてください。そしてね、みんなでね、気象庁、日本政府に、これは何なんだってことをね、何をやってるんだってことを、
申し立てましょう。私一人がですね、何人かの人が時々ポツンポツンと気象庁に問い合わせてもですね、そんなのは嘘で、飛行機雲、単なる飛行機雲ですよっていうんで一周されてしまうんですけどね、1日100人一度に問い合わせたら多少はその態度を変えるかもしれませんので、ね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日は、一見すると何も見えないけどよく見ると空全体に巻かれているというね、そういう状況の日でした。本日のレポートを終わります。以上です。